はい、皆さんこんにちは、榊敦でございます。3時45分ですか、もうすぐ、ね、11月は11日の土曜日でございまして、ですね、行きましょう。著存ラインですね、これは昨日のですね16時5分に出た記事ですね。共に民主党イ・ジェミョン代表を捜査した検事の弾劾訴追案提出、韓国検事総長は捜査報復防弾弾劾と批判と、なんかようわからんでしょう。イ・ウォンソク検事総長は9日、検事に対する弾劾訴追案を提出した韓国野党、共に民主党に対し、党の代表を捜査したことへの報復弾劾であり、検事を脅迫して検察を麻痺させる脅迫弾劾だ。党の代表に対する司法手続きを阻止する防弾弾劾でもあるなどと批判した。李総長は同日午後6時30分ごろ、ソウル市丹総道の大検察庁、過去最高検の庁舎前で記者団の取材に応じ、や国会の野党第一党であり、多数の議席を持つ共に民主党は、今年9月に検事を弾劾したが、今日9日も2人の検事に対する弾劾訴追案を提出したとした上で、検察が気に入らないという理由で検事を弾劾するのなら、今後気に入らない判決が出たらそれを宣告した判事も弾劾するのだろうかと批判したと。まあまあ以下続くんですけど、向こうの制度はよう分かりませんけども、イ・ジェミョンさんという野党の代表ね、一月ほど前にもう逮捕すれすれで逃れました。国会ではですね、逮捕 許諾がですね可決されたんです。なんと野党多数であるにもかかわらず、野党からだいぶ造反が出ましてですね、可決されました。で、裁判所の審議があってですね、別に逮捕しないということになって、まあ大逆転ですね、逆転&大逆転でですね、イ・ジェミョンさんまだノーノーとですね、シャバに言います。この間ようわからんのですけどね、なんでそうなったかっていうのは、もうお隣さんもね、裁判官もね、検察官もね、全部党派に分かれてるんですよ。党派に分かれた中でまたぐじゅぐじゅのですね、こう派閥があって、法治国家ちゃいますからね。基本まともな法治国家ちゃいますからね。一応ね、手続き的には法治国家っぽいことやってるんですけどね。それで、その追及した検事を今度はですね、野党がですね、弾劾をするです案を国会に提出しているようなんですね。それで、なんかね、ようわかりませんけど、3分の2のですね、賛成があれば弾劾ができるというような決まりになってそうな感じなんですね。ようわからんですけど、まあ、否決はされるんでしょうけどもですね、弾劾案とか出されたら嫌でしょ、検察官も。ね、お隣ってね、そうやってね、自分たちに気に入らないことをやったですね、人間がいればですね、どんなやつもですね、なんとか牢屋に入れたろうとしてですね、こういうことやるんですよ。そういう国なんですよ。これはね、政治家レベルだけと違って、民間人もそうらしいんですよ。何かあると、あいつがこんなことしたってすぐに警察に書き込んでですね、告発状を出すんですって。だからそういうですね、こう、犯罪の立件数がですね、日本のですね、何百倍にもなると。少なくとも告訴だけは何百倍もあるらしいですね。立件されるのは何十倍らしいんですけど、それでも多いやんと。向こうの警察忙しそうですよ。ものすごい忙しいんじゃないですかね、そういう、なんていうか、こう、民民のですね、トラブルに巻き込まれるわけですから、詐欺やーとかなんとかと言うわけですね。詐欺件数もね、何十倍ってありますから、日本の人口比は100倍超えてるんじゃないですか。まあ、そういう国なんですよ。で、今回はその自分たちのイ・ジェミョンというですね、代表を追及した検事がですね、けしからんという弾劾やってやるわけですよ。まあならないと思いますけどね。いや、
例えばね、こう、こんなこともあったんですよ。ムンジェイン時代ですね。ムンジェインさんが大統領の時にですね、例の徴用工判決ありましたでしょ。1965年の日韓請求権協定に違反する最高裁判決が出てしまったんですけども、あの判決を出すのにね、ムンジェインはですね、裁判官をすげ替えたんですね。最高裁の裁判官を。まあ、それはね、それで、まあ、大統領の権限みたいなもんなんですけども、その前のね、裁判官、最高裁の裁判官はね、あの判決をね、伸ばし伸ばしにしてたんですよ。そんな嫌やでしょ、あんな出すの。却下したらですね、国民から怒られるしですね、判決を、原告勝訴の判決を出したらですね、請求権協定違反でしょ。どっちだって出したくないやん、そんな裁判官としては。ほいで、その前の大統領だったパククネさん、全然大統領だったパククネさんは、もうその判決を出したくなかったんですね。だから最高裁の裁判官と示し合わせて伸ばしに伸ばしてたんですよ。まあ、そんな事例あの国にはいくらでもあるんですよね。せやし法治国家ちゃうって私は言うんですけど、そのですね、判決を伸ばしていた最高裁の裁判官をですね、その伸ばした、なんて言いますかね、怠慢の罪でですね、こう、なんて言うか、罪に陥れようとしたわけですよ。陥れるというか、まあ、罪に該当するのかどうか知りませんけどね。とりあえず、そこを追及して、刑事責任を追及しようとしたんですよ。まあ、結局、不起訴になったみたいですけど、そういうことを平気でやる国なんですよ。いや、だから平野検事ぐらいなんかいくらでも弾劾するの、お前、みたいなですね。そういう国なんですね。いや、だからいつも言うんですけど、法治国家ちゃいますよと。なんて言いますかね、こう、法律をですね、どういうんですかね、道具みたいに使うんですよね。アメリカ人みたいですけど、でもアメリカ人もそこまではやらないと思いますけどね。いや、すぐに訴えるんですって。で、だからそれは階級関係ないんですよ。だって大統領だってですね、罪に問われるわけですから、最高裁の裁判官だって罪に問われそうになるわけですからね。でも何でもありなんですよ。例の10年ぐらい前に大問題になったですね、産経新聞の加藤支局長がですね、あれですよ、セオル号事件があった時にですね、で、大統領の行方がわからないというですね、韓国国内のですね、メディアの報道をそのままこんな報道出てますよって日本の産経新聞にコラムかなんか書いたんですよ。それがね、名誉毀損になったんですよ。いや、少なくとも名誉毀損で裁判が行われて、加藤支局長はですね、加藤達也さんやったかな、1年ぐらい出国禁止になってたんですよ。むちゃくちゃでしょ。大統領の行方がわからないというふうに本人が言うたわけちゃいますよ。そういうふうに報道されてますよと、韓国内ではという、ただの天然の記事みたいなもんですよ。それが名誉毀損になるんですよ。いやー、もうね、なんと言いますか、こう、何が起こるか、こう、想像できない、予想できない、し、その起こったことがですね、理解できないというようなことがですね、あの国ではですね、まま起こるわけです。だからこれもそうです。その自分らの当初をですね、起訴を しようとした、起訴したか、あの検事がですね、弾劾やって言われて、まあおおよそ少なくとも日本では考えられませんよね。裁判官や検察官をですね、こう弾劾しようとか、罪に陥れようと、あるいは罪を問おうなんていう人がですね、まあ、あのね、冤罪事件があった場合にはですね、その検察官、担当検察官を公務員特別陵虐罪ってあるんですけど、あれ警察官ね、取り調べでですね、暴行を加えたような警察官をそれに問うなんていうことがたまーにありますけど、それでその有罪になったとか罪を得たなんて話を私はほぼ知らないですね。証拠を捏造した検事がですね、バレてですね、クビになったというのはですね、ありましたね、20年ぐらい前に。あれくらいちゃいますかね。でもあれはもうチョンボですからね、ものすごいチョンボですからね、証拠の捏造なんていうのは。あれくらいちゃいますかね。もうよほどのことですよ。それが本来ちゃうのと。そこまで、本来の業務をやっていてね、弾劾されるっていうことがですね、あってもええんかいということですね。いやー、なんでもありなんですよ。
法律というものに関する感覚が日本とあの国とは全然ちゃうんですよ。だから同じような延長線上で見ていると時々ギョッとするようなことが起こるんですね。それもこの一つです。これもその一つです。このですね、半分ぐらい読みましたから、このですね、記事のですね、アドレスを一応貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。